ああ、よく寝た。いつぶりだろうか、マイクルーザー。あまりにも久しぶりすぎる。水族館の収益確認、徐々に上がってきているじゃないか。設定、リール左右チェンジ。俺は右だね。まあいいか。今どんな状況だっけ、本当に分かんねえや。ビーチサンダル、いつ以来の収益だ、わら。今右下、画面の右下にいるような気がする。どうする、一番上を目指してみるか。今日はクルーザー買ったばっかりなんだよな、確か。おお、スクールアイランドに入港しません。運転する。前か。地図はプラスとか違う。マイナス？マイナスだ。ってことはこれ、うん、いいよ、連れてってくれていいよ。あ、左上に地図だ。こっちかな。浅瀬に、あれ、浅瀬に今乗り上がったぞ。大丈夫か。ゲームでよかった。現実だったら船底にやばい穴が開いててもおかしくない。天気悪いな。ここに長いんだよな。さっき座礁仕掛けたね。あ、本当ゲームでよかった。もう一度待つ。リクールリバー、結構お魚さんはいるな。まあ、あまりにも久しぶりの釣りだから、まずは普通に釣ろうかな。今日一日は何かあった。いや、こんなにいいクルーザーなのに一人ってのは寂しいな。副座席あるけど誰も座ってねえ。一応この部屋に4人まで同時くらいできたりもするけど。さあ、この辺じゃなかったら一度部屋に戻ってくる。沖縄でね、どこだったかな、パナマ、パナマじゃない、テラマか、テラマ行くときに、すっげえ一部分だけ曇ってて、雨が降ってんだけど、海に着くまでに、雨が蒸発して消えてしまうっていう天気見たことある。あれはすごかったね。こんなのあるんだって。はい、部屋に。今日天気悪すぎだろ。見る。フィッシュ。だいぶ上だな。ゲリラ豪雨っていうかスコールだね。で、海が広いから雨降ってるとこと降ってないところがあって、雨降ってるところを見るとだいぶ遠いっていうね。そこだけ雨降ってんのみたいな。そして天気が、晴れてんのにそこだけ雨降ってて、でだいぶ高い位置から雨が降り始めている。海に行く前にもう蒸発して海のそばでは雨が降っていない、不思議光景。あれにはびっくりしたな。よくわからん、よくわからんから、あの上の島目指す。まさかの釣りせず終了になる可能性あり。孤独な一人旅。ウエストさん、西山君、ウエストさん、
ウルシオを目指すんだよ。なんかね、ドラクエ8のドルマゲスと戦った島みたいな。や、闇の大地、そんな感じ。ここに行かなきゃ話が進まないの知らずに後回しにしたら全然話進まなくて、びっくりした、びっくりした。そう、なぜかラーの鏡みたいな鏡が必要になる。なんか洞窟みたいなのが見える。入れる。そんな感じのところ、ドラクエ風に行くと、これ海賊のアジトに向かってる感じ。ほら、ここちょっと気にならない。もう起きてから3時間も経っちゃった。3時間一人で運転するって孤独だな。海の男は孤独なんだよ。なんだこの洞窟。あれ、一応通れるんだ。もうぶち当たりまくってるけどな、ひどすぎる。結構乗り上げてんだよ浅瀬に。この船もうボロボロだよ。あいたとっても意味なかったし、これ100万ポイントかなんかですっげえ高かった気がするのに。そろそろ昼じゃね、魚せずに半日終了。全部ここかな、今日の目的地はここでいい。早く到着してくれ。ああ、お昼になっちゃった。到着。ここだ、到着。スンビランアイランド。ほんと文字潰れて読めないよね。 B なの P なの、スンピラアイランド。お前来たな。自分で来れるようになってる。音楽なし、衝突、突撃、こうだっけ。でこうやったら俺左手にも違うんだ、右で投げてから左で、ま、巻きに戻すんだ。俺の釣りスタイル、 A をしながら投げる。で左手に持ち替えて右手を回す。音をください。こんな感じ。来てる来てる、来い。来ない。来いよ。来ないか。だがしかし、今大物用のセットにしてる気もしてきたな。来ないな。全然わかんねえ、久しぶり。マイナス？ホームなわけねえしな。1、2、カメラモードじゃねえか。 B、 タックルの変え方すらわからない。ファミリーフィッシング懐かしいな。あったあった、浮き釣り。あった。
L サイズ用だもんな。ここはあんまり大きくないから M サイズ用にして、で餌もレギュラー。あまりにも久しぶりすぎてわからん。おい、あれ、よし、この動画アップしてる時ぐらいから見てたわ。あー懐かしい。どうやったらバレるんだったか全然覚えてない。力ずく、ちっちゃいハゼ、フグ、フグだね、草フグ、ちっちゃかかった。いいじゃないか、餌が少なくなってきました。買いに帰らないとな。ちょっと探検行こう、探検。ちっさ。わーいわーい。ボート禁止。釣り禁止じゃねえの？釣り禁止だったらこれどういうゲームだよっていう話になるけどね。ファミリーフィッシングで釣り禁止とかどういうことなの？どうして釣り禁止なのよ？大きいの狙いたいだろうね。釣りゲームなのに釣り禁止。最近あれだよね、ブラックバスとブルーギルは釣ったら捨ててくださいって書いてるよね、どこの池行っても。結構でっけえのいるぞ。おお、グッドだ。ファミリーフィッシングするとは言ってない。ん？これ、ハズレじゃねえ、モーとかじゃねえ。ほら、こんなの釣っちゃった。やった、ニューレコードだ。モサモサした海藻、1000ポイントゲッツ。記録更新、おいしい。イエーイ、A だ。あれ、餌終わっちゃった。上か。餌だけ買えるのこうじゃなかった気がする。無料の餌はダメだよね。70センチぐらい。おっと。にしても音楽ねえな。このゲームなんだっけ？本体に MP3 入れてたら再生できるんだったっけ？全然覚えてねえや。まあいいか。適当でいいよ、適当で。音楽入れれるのはあれか。なんか海の中スキューバーダイビングする方のゲームか。なんだったっけあれ。ディープブルー、そんな感じの。それも持ってた。リーガドクソンの精神。来ないな。ほんと BGM 欲しかった。来てる来てる来てる。よし、グレート。フィッシュフィッシュ。ミラクルジムに任せとけ。グランドアムサシ。ミスター釣りドレン。よし。ゴイ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 。来た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 。おーし。演出いいよ演出いいよ。来た。あでやっこ。S こい。よし、鮮やか。やった、トータル S ランカーになった。ジムとは違うのだよ。ジムとは。やったね。おめ、おー、パチパチパチ。やっぱこうか。ここから変えなきゃいけない。ちょっと L サイズ狙おうか。ストームギラーに。ゴーバケーションとかも懐かしいよね。ここ L いたと思うんだよな。よっ、パチパチパチ。あ、思い出した、フォーエバーブルーだ。
スキューバーダイビングするゲームで、フォーエバーブルーがあの登録してる MP3 かなんか再生できるんだ。で俺なんか当時真っ赤な誓いをぶち込んでて、テンション熱くなる曲で海の中をのんびりと泳ぐみたいなわけのわからん状況を作った覚えがある。合ってないよねっていう、もうちょっと癒し系の音楽流せよって思った覚えが。いないな。フォーエバーブルー実況したことある？残念ながらないのだよ。ないね。テンション高いのにまったり。いや、もうちょっとあっちか。この島には私しかいない町みたいな。私しかいない島。私かしみたいな。ここだ。いる、でっかいの。あったー。ナイスキャスト。孤独だ。無人島生活。自分が釣った魚だけで生活しようみたいな。そして曲がない。お、いや釣りの時に曲なんかあるわけねえじゃねえかっていう。さあ来い。釣り上げてやる。釣りとは孤独との戦いなのだよ。おお、でっかいの来てる、でっかいの。来るか来るか。来ていい、ええんやで。L 狙いなんやで。来い来い来い。来た、超でっけえの来てる。来いって、向こう行くんじゃねえ。孤独の具。夕方になってきた。早くかかってくれ。かからない。いいね、でもこれ夕焼けのこの演出がいい。赤はいまいち。あれ餌だけ変えるって気もするんだけど全然覚えてねえ。リアルでは夕方の方が釣れやすいんじゃ。ユーマ詰めっていうからね。物欲センサー的なサムシングかな。もう6時じゃねえか。8時ぐらいまでしか釣れなかった気が。あ、跳ねた。来る、来る。オラーグレイチ。おーと、いいサイズ乗ってる、いいサイズ飲んでる。すげえパワーだ。みんなオラに力を分けてくれ。あーっと、いけー、待ってました。よし、振り上げろ。オッケーオッケー、負けるようになった。お前もバテてきたんだろ。ちょっと休憩休憩して、よし頑張れ。バレる条件すらも覚えてない。おっ、回せ回せ。よしよしよし、ちょっと中央に戻しつつ、よし、また巻く。よし、ああ、いやに疲れる。来い来い来い。よし、エラーライブやめろ、エラーライブやめろ。えっ、あん、よっしゃー、いい演出。たまかい。そんなでかくない。いいじゃねえか。きた、パチパチパチ。ああ。エキスパート救急。快感しかない。やばい。暗くなる前に島に帰ろう。行動時間が終わってしまう。懐かしいゲームを。走るんだ。俺。町行って買い物とかもしたい。バイトしてましたね。行くぜ。すっげえこの角度見にくいんですけど。
動きにくいし。早くクルーザーに乗るんだ。よし行くぞ。島に帰るんじゃ。あ、流れ星。ああ、一日が終わってしまった。ここから逃げないと。はい、草服75ポイント。やったぜ、モサモサした海藻。あれやっこ、ナグボーナス3倍。タマカイはもともとが美味しい。ただあのサイズボーナス何ももらえないけど。イエーイ、2590円ゲット。え、最初の魚より海藻が高かったな。